これどうせあれでしょ、中岡と中岡くっつけたらバグるんでしょ。ああ、もうどうなるか分かんないですよ。できるないんだけど。デバッグしないもんだって、ね、そこまで。うん。それから、あの、大きさ間違えててさ、うん、坂本できた瞬間、盤面全部埋まる、ね。あ、めっちゃでかくて、バーって、ね。可能性ありますね。全部埋まってんじゃん。おう、これね。これか。これだ。中岡さんもいろいろあったんですね、という。中岡コーナーのお話ね、まあ、15周年、俺の15年何あったかっていうやつのね、うん、後からコメントを見ると、うん、おい、その絵のこれ説明しろっていうのがいくつかありまして、なるほどね、まあ、そこをねちょっと補足というか、まあいろいろ僕も聞きたいことありますけど、うんうん、なんで体型が毎回変わるのかとか、うん、まあそれは役者さんが違うんで役者さん、うん、あの雇ってる役者さんがいるんでギャラがやっぱ高いんですかね、イケメンの方は。イケメン高いね。全部使えないですね。だからそう、中岡は安いんだ、重要なコマにしか使えないですね、うん、やっぱりほぼタダだから中岡は、汚い方はで、まあこれをね、はい、まずね、多分コメントでもめっちゃあったんだけど、めーめーって書いてあって、ね、めーって何、これ何、いやこれね、うん、俺も後からこれ行った人しか分かんねえやってなってさ、ヤギヤギ、そうなのヤギ、俺が結婚式あげたところが、うん、深川っていうところの、うん、ちょっとこう山の方にある、うん、あの ステンドグラスめっちゃ綺麗な、はいはい、あの、チャペルがあるところ、うん、そこに畑っていうかそのヤギがめっちゃめっちゃっていうかいるのさ、うん、で普通にうち俺屋外で式あげたから、うんはい、このヤギの鳴き声が聞こえてきてたのさ。なるほどね。そう。いや僕これさ、ただ単にね、コメントも書いてるけどさ、うん、左だと思ったんでね。うん。そう、それも言ってたね。左、左、ね、左、左って。あと、おめえの、うん、おめえがめえめえってなったのが。あー、おめでとうのおめえね。そう。なえかもしれないですよ。あー、それもあり得るよね。なえとかね。いろんな憶測を呼んだんだけど、実は、ただのヤギの鳴き声で、まあ、言った人にしか伝わらないっていう最低の、でも可愛いね。内容だったんだよね。なんかね、その、現場を想像するとね。まあ、ハイジみたいな。ハイジみたい。うん、なんか、のほほんとするね。ほんともう、山の上で何も街近くいなくて、うん、もう緑がブワーッと広がるね。でも、チャペルだけがあるみたいな。そうね、チャペルと、この式場とあって。へぇー。で、ちゃんとレストラン、ね、レストランもあって、屋内でもできるんだけど、うん、屋外のこの、なだらかな、こう、草原のところで机とか引いてすごいねやるっていうのもできたんだよね。確かに顔がすす汚れてないですね。ほんとだ。役者が違うからか。うん、あのちゃんとファンデーションとか塗ってるからね。油切ってないじゃないですか。だってちゃんと処理してるから。処理してるから、綺麗だからね。次いきます。はい。おお、まあ、これはね、まあ特にコメントなかったと思うんだけど、はいはい、これ実際に俺が、うん、本当にボルデモートの杖を、はい、USJ で買ってで、売ってんだ、うん、で実際にこう本当に現場でやったやつを絵にしたのさ、うん、でこの写真ってことこれ、これそう実際に家にある杖なんだけどさ、これってさごめん、うん、杖ってさ、うん、買ったやつちゃんと持ち帰れるんだよね。持ち帰れるよ。そうこれで気になってたんだよね、うん、でこれね、うん、多分ね今、うん、このヴォルデモートの杖って、うん、俺のやつこれ先っぽとんがってるんだ。はい、今この間あのハリーポッターで俺めっちゃ酔った時、うん、見に行ったら、うん、多分これ刺さって怪我したとかあったのか、今のヴォルデモートの杖って、うん、四角くなってて、うん、とんがってなくなってるのさ。あ、じゃあレアものだ。そうだから先っぽをとんがってるのはね吸盤なんじゃないかなっていう。そうなんだ、うん、よかったですね。じゃあアイスピックない時に代わりに使えますね。ガス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 と弱いかな。ガス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 、プラスチックだからね、ただのね。あ、そうか、うん、じゃあちょっとこれで消しゴムハンガーをね作っていただいて。カッターで作る。もしハリー・ポッターの杖見るといつも思いますけど、短いっすよね、うん、短い。まあ魔法使いね、最低限あればいいだけだから、ね、そう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 、やっぱいいくくりぐらいの長さの杖。あれ邪魔になるだけでしょ。実際ね。そう、次いきますよ。はい、これもね、ねえ、これね、これさ、これ太陽の塔知らない人結構いるんでしょ。見に行きました。行ったでしょ。行った、ね、でかいよね、バカでかいよ、うん、これ本当に俺が撮った写真なんだけど、うんうん、これただ単に遠くの手前の遠近法で、はいはいはい、この隣にいるように見せかけて撮ったところを絵にしただけであって、あるあるね。実際これ70メートルある、そう、岡本太郎の、うん、ね、
ちゃんとしたごっつい塔だからね。まあ、これさ、電車でさ、見に行った時にさ、うん、電車で駅バーって降りたらさ、近づくにつれてこの太陽の塔が見えてくるじゃん。実物見たことないんだよね。めちゃくちゃでかいから、本当に。そう、電車で通ってると結構ちっちゃく見えて、うん、あ、まあまあこんなもんかと思うんだよ。うん、で、なんか森の中にこいつがいるのよ。そうん。山というか森というかね。うん。うん、感動するよね、これ見に行ったらね。でっかい公園の中に一個ポツンとあるから。これ確か破壊獣で、そこからビーム出ましたよね。動く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 、うん、手の部分折れて、うん、そう手になるし、ね、そうそう足も生えてきたりして、ね、うん、こいつあの巨大ロボットみたいなやつだから、うん、実際中入れるしね。そう入れるね、裏からね。うん、大人、未だに大人気だよね。中稽古はね、破壊獣を応援して。そう、中稽古3人ともね、うん、3人とも偶然破壊獣知らないんじゃない、みんな。破壊獣、カタカナで破壊獣って調べたら出る。知らないし、知らなく、知らないし調べなくていいよ。俺ら3人大好きなやつが、うん、あ、大阪出身だからありがたみが分かんないだって。まああれか、テレビ塔みたいなもんか、こっちで言うところ。そうだ、うん、別にありがたくはないもんね。でもテレビとはまあ普通だけどさ、うん、まあ一応そうか、うん、こっちはね、万博の所長、ね、まあ、そうですよね。これ中入れたりとかないですよね。だから中入れて、あ、入れてたか、うん、さっき喋ってた裏の方から入り口があって、うん、こうちょっと地下に入ってチケット買うんだよね。入場料かかるけどね。そうそうそう、はいはい、上がって中見れるのって僕行った時ね、3年ぐらい前で、うん、その時もういっぱいだったよ、人入れなくて、うん、買えなかっただから。へー、